タイティニアは逮捕され、身柄束縛中と。えー、しかし、スーパーヴィランには地味な交通違反で裁判になっていたそうで、そこから逃げて前回の第惨事になった。次のテレビ局のリポートでいくつかわかることがあります。エピソード1で見ることができなかったファイトに使われた技。えー、そして、下のスクロールにタイティニアの弁護士。えー、今回の出来事は残念な誤解によって生じたこと。非常に低い血糖値が原因だったと。<laughs> 弁護士が言いそうなことだよね。 えそして、バーへ。車ャはお酒が大好きだよね。このバーの名前ですが、Legal Ease で、英語の Legal Ease をいじった言葉の遊び。Legal Ease とは法律用語という意味です。えこのバーの名前は Legal、Legal 法律、Ease 楽という意味で、まあ、要するに弁護,たえ弁護士がえ大変な一日の疲れを癒す場であるということです。原作ではこの後お見せするえコマなどに出てくるバーは、Bar with no name でした。 億万長者とはトニー・スタークのことでしょうね。えー、ナルシストとは、うん、これもトニーのことだろうね。そして大人の孤児とは、これもトニーだな。大したことではないんですが、ロゴが変わるところに、えー、日本語ではザ・アトーニーから給食中に変わるけど、英語ではシーハルク・弁護士からシーハルク・給食中の弁護士と。微妙なニュアンスだけど面白いかなと。ちなみに個人的にザ・アトーニーではなく弁護士が好きです。まあ人それぞれだな。 次のタイムラプス、えー。これ考察ではないんですが、面白いと思うのは、給食活動が続くにつれて、えー、絶望感が漂ってくる表情の変化と背景。えー、最後は、マトマどクの事務所かな、これ。<laughs> えー、求人広告を見る、えー、ジェニファーですが、なんかこれを見ると切ない。やだ、ジェニファーが弁護士から着ぐるみのアルバイトを本気で考える、えー、崖落ちっぷり。やだ。 でも、この画面にはいくつか大きな小ネタがあります。えー、まず1、管理記事の欄に、バーファイトで金属の爪で戦う男と、次、この間、ミズマブルでミュータントの存在が明らかになったけれど、もうウルバリンでも、バーファイトで金属の爪を使うってこれほど老眼的なことはないよね。2>, <laughs> 2、なぜ海から大きな男の彫像が突き出ているか。言うまでもなく、これはエターナルズに大胆に登場したあの、ベイビーセレスティアルのティアバット。 このがことが MCU 作品の中で初めて話になった。3、今回の QR コード。読み込むと本ドラマの大きな影響を与えているバン作カ2004年発刊のシーハルク1号につながる。ここで今回みたいに JLKH に雇われるなどなどの原作です。 4、アントマンを見つけよう。ミズ・マーベルでは、アントマンワスプのパリデートについての YouTube ビデオもあったんですが、きっと最近、アリ男はちょっとセレブになってるよね。ポッドキャストもあるし、本も出版してるしね。5、北欧神話。これはそうのことですよね。6、6アベンジャーズ。事実上解散しているけれど、さすが万年の人気グループ。 そして7、最後、MCU とは関係ないけど、このスイスの街のマスコットのアルバイトの待遇について、市、え、場、ー、に社宅ありと、市 <laughs> 場だからこれは段ボールで生活して、えーまあ、ホームレスになるということだよね。ジェニファーの6中のスクリーンがやばい。<laughs> さて、ジェニファーは普通の人だから人生の大挫折があると、里帰りする。玄関で迎えてくれるのは父のモーリスと母のエレイン。 原作ではお父さんは法案官だけど、なんとなく今回は違う気がする。お母さんのエレイン・バナン・ウォルターズですが、母の家系でブルースと繋がっている。続いてはチェド。ブルースが皮肉って天才だと呼んでいる坊や。そして隣にいるのはレベッカ・オバさん。エレインの兄弟であり、ブルースの母のレベッカ。2003年ハルクではお父さんに殺されているので、ますます2003年のハルクの生死における立場が弱くなるよね。 えー、ここでお母さんが話しているカフェで働く男の子のことですが、えー、実存する人で、えー、ヘッドライターのガオさんの友人でもあるこの人ユーソン・リュウだそうですゲームなどの解説をしている人のようですね、えー、そしてきっとストレスのあまりでだと思うんだけど家族との食事会の後またバーへ原作に出るバーテンに似ているペトロ そして本ドラマの影響作、アリーマクビール。放題はアリーマイラブがモニターに映っています。同じく30代女性弁護士の生活をユーモラスに描くコメディドラマだったんですが、まあこれだけでは超能力はなかったね。<laughs> えちなみにトニー・スタークのロバート・ダウニー・ジュニアもちょこちょこ仮名出演していた番組です。